はい、どうもこんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日ねやっと待ちに待ったオズモポケットね、こちらの方が発売されました。まあ正直ね、でもね、これ動画撮ってね、今からやろうと思ってるんですけど、なんかね、今回の DJI のなんかこう売り方というかね、これはまあ販売店側の問題だとも思うんですけど、かなりこう YouTube でもね、先行してなんかこう発送しちゃってるところがね、とても多かったみたいで、まあ実際アプリがねリリースされてないんで使えなかったりしてたということみたいなんですけど、まあそれにしてもね、その先行してその発売日以前にねこう送っちゃうっていうのはね、ちょっといかがなもんかなとね、思ってるわけなんですけど、まあ晴れてね、今日私の方は受け取ってもらってきましたね。真空さんの方でね、今回は予約をして、買いました。オズモポケットね、ちょっとライトがね明るすぎてあるかもしれないけどね、オズモポケットね。でまあアプリはね、これ、DJI ミモでいいのかな、 MIMO ね、っていう新しいアプリが必要になってます。ちょっと明るいかね、ごめんなさい、ちょっと暗くしましょうね。はい、ということで、まあ、とりあえずね開けて、まあ、設定の方をちょっとやってみたいなと思います。とりあえず開けていきます。はい、今ねとりあえずフィルムを撮ったんですけど、後ろはね多分ねこれシリアルとか入ってるからあんまり見せない方がいいのかな、ちょっとあれですけど、まあこんな感じ、これちょっとシリアルとか入ってますけどね。まあなんかこう、まあこんなんはね結構、まあ、他の動画でももう上がっちゃってるからね、なんか正直開封やっててもあんまりすっぽ抜けないな。でちょっと試したかったのが、真空さんでねもうすでにこう買われてすぐに開封されてる方もいてたんですけど、なんていうかこう、なんていうかな、ボタンを押した時にね、こう、セルフモードっていうか、自撮りモードに、なんかうまく切り替わらなかったりしてたんでね、それをちょっと試してみたいなと思います。まあ、箱はもう真っ白のシンプルな感じのやつです。じゃん。ね。こんな感じの、になってます。まあ、ケース。こういう時に落とすんだよ。これ、まあ、なんか入ってるな。なケーブル類かな。で、あと本体。ね。もう、それだけです。それだけ。明るいか、ちょっと明るすぎるか。ね。というような感じになってますね。本体はもうこんな感じですね。もう、いろいろ出てるから、もう全然、使ってると思いますけど。これなんかシール貼ってあるけども、これはもう、特に読まなくてもいいパターンのシールでしょうね。と言っていつもあまり読まずに使っちゃうという風になっちゃってますけど、もうどんどんもう外しちゃいます。よいしょね、本体こんな感じね。はい、で特にだからまあ分かってた話ですけど、ボタンはもうシンプル2つね。でここはスライドしてこれ多分取れるね、ここをスライドしてここへ、まあ、スマホをねくっつける、ライトニングとか USB-C をくっつけたりしてね、使うタイプになります。で画面ね、これタッチパネルですかね、これタッチパネル、これちょっと顔に来ちゃってるかなね。はい、でここが多分ね ND フィルターとかパチンとマグネットでつけるタイプなんで、これ自体は、うん、そうね外れるようなパターンではないですね。ここがね何かレンズカバーになってるような感じではないですね。ボタンはシンプルに2つだけで、USB-C の差し口、C ですよね、 C の差し口と、マイクロ SD の、差し込み口がありますね。で背面は何もなしと、ね、いう感じのシンプルな、カメラですね。であとはさっきのこのケースね、ケースの方、ゴムバンドがついてます。ゴムバンドね、ついてます。で片側も外れないように、これ何かな、あ、一応中の方にカチンとはめる形でもう外れないように基本になってますね。2点止めくらいで止まってますね。でこう片側からパチンと開けるタイプで、はい、中に入ってるのはストラップね、ストラップで、あと、これが多分
あれかな、差し替えるライトニングとかのやつかな。ちょっと開けましょう。僕使わないから、まあでも一回見てもらおうか。僕は使わないけれども、よいしょ、はい、ライトニングの端子ね、端子があります、端子ね。で、あ、ライトニング、今の USB-C ですね、 USB-C ね。でこっちがライトニングね、ライトニングの端子、はい、端子ね。裏側がこういう金属のやつになってて、こういうような感じね。でもう一個はこれ USB-C の充電ケーブルね、になってますね、はい。あとは、あの説明書が入ってます。まあこれもね、別にもう、まああの読み張ってもいいと思いますけど、まあ一応綺麗に置いときたいっていう場合は、まあ、僕なんかはそうなんですけど、もうあの、なんていうか、ネットからダウンロードしたやつをね、PDF のやつをスマホとかで見たり、するパターンが多いですかね。であとはあの、スマホの方に、なんていうんですかね、あのアプリの方にも一応ユーザーマニュアル、見れるようになってましたんでね。アプリの方はね、昨日あたりにリリースされてたんですよ、実はね。なんですけど、昨日、一昨日だったかな、リリースされて。まあ、一応、ザザッと見てたら、まあ、あのアプリの方からも見れました。ただ、日本語バージョンはね、なかったと思いますね。英語バージョン、だったと思いますけど。で、それなら確認できるということになってますね。ではでは、とりあえず、もうこれもね、前やってたんで、あれなんですけど、これ電源を入れると、こういう感じで。まあ、モニターのところにね、言語設定をしないといけませんね。これもあのタッチパネルで結構ね、感度もいいんですよ、こういう感じでね。だから、まあ、タッチパネルはね、使いやすいと思いますよ。で、一応ね、これ、アクティベーションがいりますよって出てくるので、これ、アクティベーションしないとね、多分何も使えないと思うんですよ。ちょっとそこら辺、見てやってみます。ではちょっとお待ちください。はい、今ちょっとね触ってたんですけど、やっぱりねアクティベーションしてないとね何もできません。こうね、これ見えるかな、ピント合うかな、そのアプリにねピント合わないよね、なんでかな、あったあったね。これほらアプリにね接続してくださいって言って、普通だったらこうやったらメニューが出るはずなんですけど、それが全く出てくれない、という感じになってるんで、まずやっぱりね、スマホにつないで、アクティベーションをしないといけないと。これもでもしようとしてなんかいかがなもんかなというね、感じがするんですけど、アプリ自体はこれね、DJI のこの、これね、ピントが合わない。このマークのやつ。これ新しいやつですけど、こちらの方、になってます。ね。ちょっとまたカメラの電池交換します。なくなっちゃったんで。ちょっとお待ちください。はい、どうもすみませんでした。また回す、電源入れてね、回した途端に電池切れっていうね、ちょっとみっともない話なんですけど。とりあえずね、じゃあアプリの方やっていきましょうか。ね、アプリね。だからこれアプリ立ち上げると、こんな感じ、こんな感じね、になってます。ね、モバイルデータ使用中、ちょっと待ってくれね。あれなんでかな、今も自宅の Wi-Fi につながらないとおかしいんですけど、なぜかつながってないの。ちょっと待ってね。はい、行けました、行けました。はい、行けましたね。はい、今なんかこう、なんかアナウンスがね、流れ始めましたけど、多分、この端っこにね、カメラのマークが出てるんで、これをとりあえず押したら、接続みたいな画面になります。ちょっと、カメラのとこに明かりが映っちゃいますね。で、まあ、この状態で、この下の部分は、Bluetooth のやつなんで上の方でしょうね、これをやればいいと思うんですけど、とりあえずはこれね、こいつをちょっとピントがなんかあれですよね、なんかおかしいですよね。まあいっか、
とりあえずライトニングに変えましょう。グサ、うわ、何刺すだけでいいかな。あ、結構硬いな。あ、うん、カチって言いますね。結構硬いですよね。これだんだん馴染んでくるのかな。結構硬い感じがしましたけど、ほんで刺した状態で電源入れてんかな。で電源を入れて、これ一応上の方選択しておきます。あ、あ、案内が出てきますね、ちゃんとね、この電源入れた状態でぶっ刺します。グス、あ、なんか利用規約が出てきましたね。これはまあ OK でいいんでしょう。同意。1年保証がついてくるということみたいですね。まあなんかこう案内がね、1年保証がついてきますよっていう案内が出て、次へボタンが押せない。あ、なんか出てきました。なんでだ。アクティベーションするためのハードウェア機器情報に DJI がアクセスするのを許可する。許可しますかっていうことですね。これはもう許可しますですよね。許可しますでね、これを押します。はい、これで次へ出たね。アクティベーション、ちょっと上読んでないけど、あ、僕のアカウントが出てた。これちょっとモザイク入れておきましたね。あ、アクティベーション中っていうのが出てますね。お、いけたね、完了。あ、でファームウェアのねアップデート、これね多分あれなんですけど、このね、電源ボタン3回、トリプルクリックペペペってやるとね、こう自撮りモードに、切り替わってカメラが、インが向くはずなんですけど、それがどうもうまく機能してませんでした。そのお店でね買ってすぐ開けてやってる人とかの見てると、だから多分このファームウェアのアップデートをね、ちゃんとしてあげないと多分そういった機能がね、まだ正常に使えない、だと思います。だから買われた方、まあ僕の今の一連の流れを見てると、自動的にこうね入れないといけないことになると思うんで、あ、なるほど。で SD カードがね入ってないと、このファームウェアのアップデートができないいうことみたいなんで、 SD カード入れたいけど、これ一回外さないかな、これ外していいんかな。SD カード入れるところがちょうどね、iPhone 挿してると刺さらないということで、まあ、多分いけるんでしょう。ファームウェアのアップデート中にねこんなやるとまずいでしょうけど、はい、じゃあインストール。ダメ？電源切れてたかな。あ、でも動いてるね。ここが動いてるから多分大丈夫だと思いますけど、これね、パーセンテージが上がっていってるから。いやー、これ失敗したら嫌だな。まあちょっととりあえずアップデートしますんでお待ちください。はい、どうもお待たせしました。今ね、とりあえずアクティベーション ファームウェアのアップデートが完了したんですけど、一応普通にね、なんていうか通常の画面みたいなやつにこうなりましたね。で一応最初の時に案内みたいなのがボコボコね、出てきたんで、まあそれはちょっともう飛ばしてっていうか、パパパパッと見ながら、もう終わっちゃったんですけど、やっぱりね、これこの電源ボタンの横の、あ、ごめんなさい、電源ボタンね、録画ボタンじゃない、電源ボタンの方をタンタンタンと3回クリックするとね、あ、今ちょっとあんまりカメラがドアップで映ってますけど、こんな感じでね、インカメ状態になると。でもう一回3回押すとね、クリッとこう、変わるっていうね、切り替えがここでできるっていうね、感じになってます。これがね今日買った人の見てても
あのそこでね店開けてやっててもできなかったんですよ。で多分ですけどファームダウンロードをしないでそのままもうあのアクティベーションだけをして、まあ、ファームウェアのアップデートを飛ばして多分あのやったのかな、ちょっとよくわからないですけど、多分そういう状態でやるとそれがねちゃんと機能しなかったりするんで、ちゃんとファームウェアのねアップデートはされた方がまあいいんだと思います。まあ、他はねもうちょっといろいろ使ってみないと、あこれホームに戻っちゃったね、使ってみないと分かんないですけど、まあすごくシンプルな設定じゃないかなとは思いますね。なんかね、まあ、機能としてはもうジンバル機能なんで、あのそんなに、まあ、今からどうこう言うようなものではないんでね、基本的に滑らかな映像が撮れるっていうことなんですけど、まあ、実際撮った映像をね、どんな映像になるかっていうのをね見ていただくのが多分いいかなと。であとあの音声がねちゃんと入るかどうか、これあの僕の前の動画見てたらあのシンクさんのとこに置いてたやつが多分デモ機だと思うんですよ。だからファンも最新のものじゃなかったと思うし、まあ、今のそのトリプルクリックでこう自撮りモードにね切り替わるっていう機能も当然動かなかったんでね、あの音声ももしかしたらこの最終の製品版ではちゃんと撮れるようになってるはずなんで、あのそれもね一回今から試してみたいなと。僕の顔をねちょっとアクティブトラックして音声の確認という形で、このカメラにちょっと切り替えて撮らせていただこうかなというふうに思います。はい、どうもお待たせしました。今ね、オズモポケットの方に、画面は切り替えてます。で今いろ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 っていうかちょっとだけね触ってたんですけど、これ基本的にさっきみたいにトリプルクリックして、自分の方され、レンズカメラを向けた、りするとね、フェイストラックが勝手に有効化されます。ただこれもね 4K の 60fps だとこのフェイストラック機能がオフになってしまうんで、ちょっとそれが気をつけないといけませんかね。一応、4K の 50fps までだったらフェイストラック機能がね、オンになってるような感じなんで、今僕のちょっと遅れますか。ね、こんな感じで追従してくれてます。ちょっとこうカメラのね、角度を変えて、見ても、こうね、ちょっと覆ってくれてるのがわかるかなと思いますけど、まあ一応そんな感じになってます。音声はどうでしょう、ちょっとまだ全然確認をしてないのでわかりませんけど、入っていると思います。今はオズモポケットに一応スマホをつけた状態でね撮ってます。正直ちょっとね iPhone XS Max なんですけど、ちょっと重たい感じがします。だから普通だったらもうやっぱオズモポケット単独でね、撮影をするっていうのが、まあいいのかなというふうに思います。まあやっぱり、接続部分の強度とかもね、若干心配ではあるんでね、そんな感じ。今これちょっと、頑張って手伸ばして撮ってる状態で、やっぱ画角はもうちょっと欲しいかな、広く欲しいかなっていう感じで、今スマホをちょっと見ながらですけど、思ってる次第ですね。まあ実際いろいろね、また使っていってどんな感じになるかっていうとこだと思うんですけど、まあ頑張ってね、またレビューの方ね、していけたらなと思います。まあでも、興味ある人はもうみんなね、買っちゃってるような気がね、しますよね。そういうふうに思いますけど。はい。ではでは、またいろいろね、頑張ってやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。はい、どうもちょっと追加でね、撮影をしてますけど、こいつね、ちょっと、ま、問題じゃないですけど、なんでこれできないのかなっていうね、とこが出てきました。これ実はね、プロモードっていうモードがあります。まあいろんなね、細かなモード設定をできる、モードになるんですけど、これがね、これがスマホをつなげないとできないで、まあこれもやる人がおるかどうかは別にして、さっきちょっと言ってましたけど、フェイストラックね、の機能を使おうと思うと、さっきスマホつなげた状態でいろいろね、動画撮りながら試してたと思うんですけど、 4K の 50fps ね、 4K の 50fps っていうやつだったら、までだったらね、
あのフェイストラックができたと。だけど、60fps に上げた途端、まあ、フェイストラックができないというね、設定になってしまったんですけど、このね、単独オズモポケット単独の設定だと 4K の、30fps か、60fps かしか選べないんですよ。なんでかわからないけど。で、一回スマホをつないで 4K50fps にして設定をしますよね。スマホつないでね。したら、今これちょっと見えるかな？ここ見えます？ここね、プロって書いてて 4K の、あ、見えるかな、これ書いてるね。 4K50 書いてるの分かります？だからスマホで設定をしてあげるとその機能がそのまま接続を解除しても維持されてるんですよ。だけどこれね、今ちょっとピント合わせてから設定をね、ほら、今これ普通だったらこういう風にスライドすると、4K とかこう、例えば、HD 画質とか、まあ、こう選択肢がこう出てくるんですよ。1080とかね、であとフレーム数どうすんのと、いうのが出てくるんですけど、これ見てもらうとね、プロモードを終了しますかとこう出てくるんですよ、ね、ではこれ終了しましょうか。 今とりあえず、ね、これ今現状ね、ここね 4K の50になってて、こうやってやって、ほら、消しますか、確認します。動画とか静止画のね、この選択が出てきますけど、動画のまんまこうやると、今 4K ね、ほら、この FPS の方、60しか選択しないでしょ、これね。30と60と。これなんで なんでこれ選べるようにしてくれなかったんでしょうね。なんか問題があんのかな、よくわからない。まあ今ちょっとね、ちょっとだけこう触ってて、なんじゃこれやと思ってね。だからもう一回、だからさっきのプロモードを接続をね、スマホを解除して、やってしまうと、もう二度とスマホをまた繋がない限りは 4K の 50fps には戻せないっていうね、という仕様になっておりますね。なぜできない？それがよくわからない。今またスマホつなぎましたね。今つないだらね、これ多分ね、勝手になってんじゃないかな。勝手にね、どこだったかな。これか。もう戻っちゃってるかね。 4K の 60fps なってて、これを、何やったかな。ちょっと僕もまだあんまり使い方が分かってないので、どこだったんだ、さっき見つけたんだけど、これここね、この下のとこのやつで、このここ一番上のやつのこれか、アドバンスモード、これに変えると、まあここの切り替えをすると、こっちのここの解像度のね、ここのボタンを押すと、これも変わってるんですよ。ここほら、いろいろ細かく設定が出てきたでしょ、ね、これがもともとだとアドバンスモードじゃなかったら、なかったらこんな感じなんですよ。だからここの内容も変わっちゃってるんですよ。ほらね、なんだかなっていうね、なんだかなでしょ。これだけでさしてくれたらいいのにね。よくわかんないな。前にあれ、シンクさんのイベントの時に、YouTuber のイルコさんが、光の魔術師言うてね、僕はセルフィーあんまり撮らないので、ま、でもそれでもたまに見て、あ、こういう風な感じに、なるんだなとね、いうので、まあ僕勉強してるのかどうかって言ったらね、あんな綺麗に絶対撮れないと思うんでね。でもそれでもたまに見るくらいのすごい有名な方ですけど、その方がいらっしゃってて、まあその時にこのオズモポケットについていろいろ話聞いたりしてた時に、言ってはったんですけどね、
プロモードに、これできない、あのどこれ単独でね、できないんですか言ってね、店員さんに聞いてはったんですよ。でその時はね、プロモード、まあ、設定のとこからいけるんじゃないですかみたいな感じでなんとなく僕はね思ってて、いやそんな設定できないはずないでしょと思ってたんですよ。だけど実際今日触ってみたら、あこれかって、これイルコさん言ってた分かと思ってね、確かにそら ないはずないやろってね、その設定に入る手段がね、って思っちゃいますよね。なんかありそうな気するんですけどね。それかまたこれからファームウェアのアップデートでまたね、入ってくるのかもわかんないんですけど、まあスマホから対応してそうやってね、ここへプロモードっていうので設定できるような感じになってるんでね、まあ、なんか手段設けてくれたらいいのになというふうには思います。まあ、追加でねちょっとそれだけご案内したかったんで撮らせていただきました。ではでは。